楽器の鍵盤に手を置き、振り返る女性の姿。17世紀オランダの画家、フェルメールが1670年頃に描いたとされる、ヴァージナルの前に座る若い女。鍵盤楽器を演奏しつつ、鑑賞者に視線を向ける姿は、ロンドンにあるフェルメールの作品とほとんど同じもの。一方で、青と橙色の衣装の代わりに、黄色い肩掛けとクリーム色のスカートの人物が、無地の明るい色の背景の前で、膝のあたりまでを表す様子は、ロンドンの作品の壁に絵やカーテンをかけ、弦楽器を置き、人物の全身を収める画面とは異なる、シンプルな内容となっています。このような簡素な画面の構成は、同じ髪型の女性が描かれたフェルメールの同じ頃の作品、レースを編む女の絵と同様の傾向を示しており、1670年頃のフェルメールが得意とした手法であったと考えられます。